エコパスタジアムの最寄り駅、愛の駅です。明日に向けておもてなしの花の準備が進められています。駅前を彩ったのは地元の園児たちが育てた花のプランターです。子どもたちの笑顔の似顔絵が観客を出迎えます。おもてなしのお花がいっぱいありますので、そういう部分でも楽しんでいただきたいと思います。新幹線の最寄り駅、掛川駅周辺には早くも外国人の姿がありました。 Oh, I think Ireland may win. I'm sorry, but we will support Japan. IK, 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 IK. Ireland win. Oh. 2015. Uh-huh. Ireland. Go on, Ireland.豊富な種類のパスタが人気のワインバーです。ラグビーといえばビールの用意が欠かせません。生ビールの樽が16樽、アイルランド戦があるということですので、ギネスの瓶ビールを3ケースほど用意させていただいています。生ビールの樽で4杯ぐらい、ギネスの瓶に関しては普段ほとんど置いてないものなので、数十倍になるんじゃないでしょうか。楽しみではありますが、無事に過ごせればと思います。明日はですね、私たち町のおかみさんたちでですね、こういう T シャツを着て、ラグビーのこういう T シャツを着て、で、こういうおかみさん、掛川おかみさん会の、ラグビーボールコロッケをあげて売ります。地元商店街のおかみさん会では、去年の冬から企画販売してきたラグビー型のコロッケを明日掛川駅前のおもてなしゾーンで200個販売します。いろんなスタジアムがある中でエコパに来てくれる、しかも4試合も来てくれる、日本戦がある、こんなすごいことってないじゃないですか。地元が盛り上がらなかったらどうするの。本当はスタジアムに行きたいんですけれども、おもてなしイベントで、お待ちしてますというところですかね。はい。